とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。トライアル期間が始まりまして、4日、5日、経ちますね。これを機に、マイクラダンジョンズを始めた方っていうのも、多いのではないでしょうか。さあ、今日はですね、序盤、超お得になる3つの小技、やっていきたいと思います。これを知ってると結構楽になりますので、おすすめの3つですね。さあそれではやっていきましょう。さあそれではお得な小技3選その1、まずはここです。湿っぽい洞窟、ここなんだけども、湿っぽい沼のシークレットダンジョンとなっております。報酬がとにかく美味しい。まずローブ、そして、斧とガントレット。ここら辺がね、すごく美味しいドロップ品となってます。あ、ちなみに、アドベンチャー以上から出てきます。まあ、デフォルトをクリアして、アドベンチャーに行った人は、ここぜひ、周回してほしい場所ですね。ここが、ショートカットがあります。それを紹介しますね。行きましょう。この湿っぽい沼は、高速周回ができることで有名な場所です。まず進んでいくと、洞窟があります。この中に入って、2つのミッションをクリアすると、このステージはクリアとなります。ここをね、ショートカットすることができます。まずこっち側。こっち側ですね。で、ショートカットするのには、羽が必要です。羽。羽は入手してくださいね。羽を持ってきてください。で、まず、ここ。ここに乗ります。この上。で、こっから、ジャンプです。そうすると、この上に乗ることができまして、ジャンプで、ここを抜けることができます。ここ抜けなければ、強制戦闘で、戦闘があるんですよ。なんで、ちょっとめんどくさい場所なので、ここはショートカットしていきましょう。それでは、続いては、こっち側ですね。さっきと反対側の場所。ここもショートカットができます。ここが2箇所あって、このフィールドが出た時はショートカットが可能です。もう1つが出た時はショートカットはできませんので注意してください。ここのショートカット方法ですけども、ここ出口の横に出っ張りがあります。ここの2段目に若干足が乗るぐらい、そこに乗ってください。こんぐらい。こんぐらい。片足に2段目に乗るぐらいの感じですね。ここに乗りましたら、羽で飛びます。そうすると、ここの門のところを越えることができますので、ショートカットができますね。さあ、そしてもう一つショートカットがあります。この門の、こっち側の上だね、に向けて、こっからジャンプします。そうすると、乗れますんで、こういってショートカットですね。やはり強制戦闘があるとかなり時間食ってしまいますので、ショートカットをしていくとだいぶ楽になります。続いてお得な小技その2、砂漠の寺院だね。ここはこれ、ミステリーアーマーとグリムアーマー、ヌストのアーマー、この3つとも超優秀なやつなので、かなりいい防具を狙いたいときはここ周回するといいです。で、ここには、シークレットの宝箱が隠されてます。そこをご紹介しましょう。砂漠の寺院進んできますと、ここに出ると思います。ここは必ずあります。ここに入りましょう。そうすると、こういうフィールドに来ます。このフィールドが、向きがあるんだよね。こっち向きと、これが、上向きになってる場所があります。こっち向きは、外れです。こっち向きは外れ。でも、一つシークレット宝箱は取れます。ここだね。こっからローリングで下に降りましょう。そうするとね、こう扉があって開くんだよね、扉が。でも、こっち側の、ダンジョンの向きでは、この扉の中に入ることができません。はい。なので、上に登っていきます。で、ここだね。ここにシークレットが一つ隠されております。では、ちょっと反対側になった時もお見せしましょう。はい、こっち側が当たりの方向ですね。さっきと同じく、こ
こっからローリングで下に降ります。さあ、さっきは見えなかったんだけども、ここで扉が開いて中に入ることができます。中には、黒の宝箱、この黒宝箱が一番のレア宝箱ですね。はい、こういった感じであります。で、もちろんこの後上に登って、ここでもう一つ回収していきましょう。さあ、それでは最後です。お得な小技3つ目、レッドストーンゴーレムっていますよね。ボスで出てくることもあるし、こういった普通のダンジョンの途中で中ボスとして出てくることもあります。あいつって普通に戦うとかなり強いですよね。かなり厄介な敵でも、めちゃくちゃ簡単な倒し方っていうのがあって、それが、密着すること。密着、最初にね、地雷を置くんだけども、その時に体に張り付いておく。そうするとダメージを受けることがありません。敵がね、動かないのよ。この時に密着する。そうすると敵が動かないんだよね。もうずっと動かない。なんで、この時に、攻撃をこういう風にね、入れちゃえば、全く問題なく倒すことができます。はい。余裕だね。これ、中ボスの途中で出てくるやつでも、ボスで出てくるやつでも一緒です。密着してしまえば何もすることはありません。余裕だね。はい、ということで今日は知ってお得な小技3選やっていきました。これを知ってると知らないとではだいぶ違うと思います。まあ、やってみてください。かなりお得な技になりますよ。ではまたやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。